2015年2月17日中国のポータルサイトバイルの掲示板に中国人をパートナーに選ぶ日本人の女の子って多いのかなと題したスレッドが立ちネットユーザーからのコメントが相次いでいる以下は主なコメントそんな女の子はいないよもし君がハンサムで大金持ちだったら別だがハンサムで大金持ちだったら どこの国でもモテるだろう日本人の女の子は結婚相手に経済力のある男性を選ぶからなそれを言うなら中国人の女だろ中国人女性は背筋主義だから日本の女の子はみんな専業主婦になるんだ結婚相手の経済力を重視するのは当たり前おいおいもっと勉強してからくめしろよ日本では。 子供のいない家庭の共働き率は68%。子供のいる家庭では50%が共働きなんだぞ。お金を持っている日本人男性ほど、妻を専業主婦に従う。日本では、20代の女性の4割近くが専業主婦に憧れているんだってさ。昨年の調査結果だけど。日本で、中国人の男はモテない。だから、俺は、 香港人、台湾人と嘘をつく1人当たりの GDP 国内総生産を比べてみろよ誰が中国人と結婚したい中国人女性と結婚した日本人男性は見たことあるけど中国人男性と結婚した日本人女性は見たことがない日本の女のの女子との結婚は夢夢。だよ。夢3次元では無理。 二次元で探すしかない。